ハローテニスファン、小野田道久です。今回は対決シリーズということで、世界ランキング1位のペアに我々が挑戦したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。必殺技。今は完璧にやられたわ。やられたらやり返す。日本最大のテニスチャンネルを僕たちと一緒に作りませんか。昨年の夏に1回やらせていただいたときは10ポイントタイブレークで我々が勝ったんですよね。はい、そうです。負けてます。負けました。だから僕らが挑戦と言っても過言ではない。はい、まあ、でも世界ランキングは僕らが1位です。はい、知ってます。じゃあそれ今日勝ったらじゃあ我々が1位ということでいいですか。まあまあまあちょっと後で話しましょう。いいですって言えよ。いいですって言えよ。はい、でゲーム形式は、はい、前回は10ポイントだったんですけども4ゲーム選手、3オールタイブレークですね。はい、で、はい、タイブレークも5ポイントということで、はい、ちょっと長めに実際にやっていきたいと思うんですけど、デュースはありですね。ありで、はい、デュースはありでやっていきましょう。了解です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくね。はい、じゃあアップお願いします。 POD P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  サーブ。はい、おもう当然有本プロサーブだろこれ。そうね、だよな。きついぞ。下がっとく、下がっとく、下がっとく。まあちょっと1ゲームは様子見だ、まあ、ちょっと様子見様子見だね。もうちょっと絞って、まあかなりワイド来たらもうしょうがない。これ綺麗に帰ると思わないで。ストレートもいっかのとりあえず打たせる。うん、さてじゃあやっとこの日に来たね。来ましたね。頑張りましょう。スタテニさん、約束通り、約束守ってくれて、うん、ありがたいね。よし、山崎さん頑張るよ。じゃあまず、ボディに行って、うん、で、1球目、行っちゃいましょう、ファーストの。OK。わー、分かりづらいな、おい。早いわ。いきなりこれか。おお、危ねー。なるほどね。帰ったなら OK です。うん、いやセカンドももっと滑る、ね、キック来ると思ったら全然違った。やっぱスライス系なんだ。下がっとこう。まさかのロブか。ナイスサーブ。はい、行きましょう。じゃあ次はね、うん、もう一回ボディでフェイク。 OK。 うわ今リターンバッチリだったんだよね。ナオ君ナイスボレー。うまい、ナイスボレー。おしゃれ。じゃあもう一回ボディでフェイク。サーリサーリ。おお、うわそれ根元すごい。あ、狙ってないから。いやいや、狙ってないから。ブロックしただけ。もうしょうがない。高尾様です。さすが高尾様。よし、ここや。これ普通のリターンじゃ買えないの。もう一回ボディで今度チェンジ。オッケー。おお、出た出た。これだよね。リターン返ってるでしょ。ああ、こっちでいい。ボレーもしぶといね。ナイスボレー。あざす。いいね、動いてるね。さすが足が追いついてなかった。さすが練習してきてるだけあるな。動きがいいよ。足が止まった。じゃあ今度はセンターでフェイク。オッケー。はい、グッドサーブ。ナイスサーブ。ヘイ、おお、すごい。ウェイ、ナイスだ。よし、いい感じですね。よかったね。いや普通でしょ。 おかっこいい、かっこいい。普通。まずキープですね。いい出だします。とりあえずキープしないとね。まあ、あとはちょっとリターンやられてもいいからちょっと枠に入れていきましょうか。そうだね、ボレさす感じで。まずは向こう早いボレもずっと慣れてるから、ちょっとでもちょっと緩いのタイミングで一個でも取れるように、よし、努力作頑張りますか。正代さんの必殺ロブもありだと思いますよ。うん、そうね、ちょっといろいろと試します。よし、行きましょう。よし、頑張ろう。俺ね、リターン返ってるんですよ。ブロックリターン、なんか感覚がいい。あ、今全部ブロックだったの。全部ブロック。あ、そうなんだ。俺普通に打ってると思ってた。全部ブロック。あ、ほんと。
こういうのが後々プレッシャーになるから、うん、まあ、もしロバ上げてきたらちょっと、はい、大丈夫です。声かけだけして、はい、無理に取りに行かないで、体からいきます、はい、01、はい、ほら、取ったな。難しい、今難しい判断は難しい。うまい、多分ちょっと入ってた。よし、行きましょう。やっぱ取るね。センター、はい、打って、あー、まあ、今ノーバンで打たなかったサーブそれぐらい早かったぞ今。あれ前よね、あれで前来られたファースト外、はい、当たった、ダメだ、取れなかった、これダメだ今やられる、当たないでくれ天井、ありがとう天井、危ねえ。今当たなかったチャンスボールだもんね。当たなかった、でもね、でも眩しかったから多分打てなかった失礼、ちょっと細かいショットかな、これやってないと。よし、これ行きましょう、これ行きましょう、ナイス、体、はい、ギャップ、うまい、ナイス、これ、ナイス、なんかちょっと今までのダークと違うね、ちょっと、うん、逆突かれた、あの体勢から逆持ってくるもんね、すごい、坂尾様です、まあれがプレッシャーになる、センター行きます、はい、ブラボー、いや、しゃ、ごめん、浮いた、ナイスさ、しゃ、ナイスさ、ついていく、ついていく、うん、おお返しです、お返しです、なおくん、今は完璧にやられたわやられたらやり返す、俺が男の、が倍返し来てるわ、男の流儀です、よかったサーブあれだけ入ったらまあキープするでもリターンでやっぱいやらしいよね今、早かったな、うん、すごい早かった、サビナさんに体験した、どっちから行く、結構ボディ多めにした方がいいと思いますけど、でも自信があるならもう全然どこでもいいと思います、うん、ボディから行く、 OK、 どっちが行った方がいいか行かない方がいいか、行かないで行こう、 OK、 行かないね、 OK、 ワオ、はい、ワオ、座り座り、うわーし、ナイス、返球、おお、俺動いてる、構えてなかった、スレー走るよ、47歳、構えてなかった、今よし頑張るよ、あのロブは返せないと思ったら仕上がってんないやいや、普通普通仕上がってんな、センター行く、 OK、 カモン、うわぁ、めっちゃ曲がった、センターかもしくはボディでいいと思います、どっちがいい、どっちで、センターボディ、OK、え、うん、それはどっちなんだ、ちょっとそっち側、あ、ナイス、さあ、いいね、いいね、いいね、今はいいね、よし、仕上がってるの、うん、今2021年でもう多分トップ3のファーストサーブだったかもわかんない、ここで出たね、ナイスサーブ、行きます、行きます、あ、ちょっとここで調子乗っちゃダメだ、そうだよ、ボディに、オッケーかも、これでいく、オッケー、それで、あ、だからこれで、うん、これね、俺はオッケー、オッケー、前、おお、バレてる、あー、ちょっと浮いたか、ナイスキープ、ナイスサーブ、よし、危ない危ない、バレてたね今、いいじゃんいいじゃん、でも今サーブも良かったし、うん、ボレーも良かったですよ、反応がいいよね、そんな年変わんない見せたいんだけど、もうやれることやるしかないでしょ、もう僕らは、うん、そう、頑張りましょう、よし、もう一歩頑張ろう、はい、ごめん、あっちくちゃ強い相当仕上がっとるぜ、向こうは数日間の合宿してきたんでしょ、ね、正代さん仕上がってるよ、仕上がってるよね、うん、そうだよね、動きいつもなんかすごいいいもんね、うん、
なんかあんまカーベットやったことないって言ってたけど、多分合ってると思うよ。サーブがいつもあったら最初は絶対ダブルフォルトから始まるんですけど、仕上がったよな。ちょっと俺もついていこう、最初どうしようかな。ちょっとまあセンターセオリー系でちょっとスライス系の、いや多分早くあの落とされてもあんま、そうなんですよね、あの考えすぎないことだ、強いボールでテクニックが。しかしさっき俺エース取られてめっちゃ速くなかった。すごい速かった。速かったよね。速かった。1-2 です。はい、しゃっ、よっよっ、あーごめんごめん、ブラボー、ごめん、危ない、ナイスパス、これ危ない、ロブにも何にもなかった。へいへい、あれも俺を殺す気だった。いやそう、完全にごめんごめんごめん。今でもナイスリターンですよ。悪い、はい、ちょっとワイドに行きます。 OK、 はい、うわぁ、おぉ、これが有本直樹。何それ。それはしょうがない。なんだナイスサーブ、ナイスサーブ。カモンカモン、ナイス、よし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 、ナイス有本直樹。やばいね今の。ちょっと外行けばね、結構いいサーブをカウンターで返されて。オッケーオッケー、はい、行こう。うわぁ、ラストラストラスト。うわぁ、押された。ナイスキック、バック、片手両手、いやもう今片手両手で行こうと思って押さえきれなかった。まあしゃあないね、ナイスサービスね。いやー参ったな、思った以上に外だった。えい、ごめん、えい、ナイスサーブ。ちょっとパワーだとだ、ね、バックはね近いとこはダメだと思う。ちょっとキックで、はい、行きます。オッケー、ちょっと動いてください。うわ、はい、よし、ナイスリターン。オッケー、ここ頑張るよ。はい、一本まさきださん見しちゃいましょうよ。オッケー、バックはダメだな、あれ。なるほどね、バックはそんなブレないんで。ブレないですね。オッケーオッケー、一本行こう、一本が触ってよだし、ちょっと、もう一回真ん中行きます。オッケー、はい、張本ゾーン。まあこれがあるとやっぱり出にくいですよね、あんだけ正確に入れられちゃうと。うわっ、よっよっ、オッケーオッケー、キャンディス、足が止まった、ごめん。あれ打ちに行った方がいいですね。そうね、今ね、なんか後ろ体重で完全に後ろ行ったね。まあしゃあないしゃあない、俺も出れたな、ごめん、まあしゃあないしゃあない、もう一回行きましょう。はい、頑張ります。あ、俺はもう出ようと思ったけども遅かった。その時には遅かった。ちょっとこうアイフォーメーションいきますか。次はフォアの体で、うん、あ、だってアイとか逆にきついでしょ。そうですね、うん、フォアの体でいいかな、はい、俺もかなりあのフェイントでグッと出るぐらいするから。うん、うわ、入ってる入ってるよ。なん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 、よし、グッドプレイ、よし、ごめん、いいファーストボレーだ。おい、ちょっとギリギリの、ちょっと膝下くると足ガクガクするね。いやいや、でもナイスプレーよ、ナイスプレー。よし、違う緊張感だな今までとは。ツオル、ツオル、あ、俺か、俺だ。ここがキーゲームですかね、うん、まあ取れなかったらしょうがないよ。こうなサーブいいもん。まあ行きますか、うん、前でいい前でいい、帰った時に少しでも優位。セッターでフリック、はいよ。おー、ちょっぱやだ。握っていまだシャイな、躊躇しとるね。はい、はい、ます、はい、スライスの方がやっぱり打ちにくいですよね、あの食い込んでくるから、食い込まれミート率落ちる。ワイドでフェイク、カモン、ストレート系、はいよ。うまい、すごいいいボレー、ナイスボレー。危なかったね今、うん、ちょっとギリ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 、チャレンジしたいぐらいだけど全然入った。俺も今そう思った。ギリギリギリ入ってます。ナイスボレーです、よく抑えた、うまい。ちょっと行き過ぎたかと思った。重いボールがね。今度ワイドです、取れたけ、オッケー。あー、間違えた。
はい、いつも通り、いつも通り。よい。おい、惜しい。ナイスチャレンジ。はい、そうそう。次は、ボディでチェンジ。はい。ファーストね。よっ。はい。キーキーパーか。ちょっとプレッシャー。ちょっとマサヒロさんにボレーさせたいんだよな。悪いや。ああやってドロップが上手い人は相手に触らせなきゃいけないです。まっすぐ行きます。うわ！ノッ！ジェイさん。はい。ボディ。今ほとんどね、目つぶってた今。てか前回よりも相当研究されてるよこれ。研究っていうか肩ちゃんと作ってきてるよ。今フォアボディどっち？相当バレてるからな俺らの。次はね、ワイドでもう一回ストレートケア。オッケー。カモン。あ！チャンスボール上げた。オッケーオッケーオッケー。粘った粘った。粘った。今のはもう完全狙われた。しゃあないしゃあない、うん。でも取れましたよ。オッケー。ナイスナイス。ナイスキープ。ボレー結構やっぱ難しいですね。今の。サーリー。どうもどうも。思いのほか弾道が低かった。キースできてるからまだ良かったです。僕のサーブちょっと取れたんでね。いい緊張感ですよね。すごい緊張するけど楽しいね。楽しい。うん楽しい。これちょっと。出だし行きたいですね。よし、ノリノリで行っちゃいましょうよ。頑張ろう。はい、はい、ちょっと高尾先生がここで本来の力を出してくると思うんですけど、なんかしのぎたいです。マサヒロさんがプレーが硬い。今日意外とやっぱり変なミスしてくれないからいい緊張感ですね。前回と比べてどうですか？いや、サーフェスも違うしね、状況も違うから、うん、そういった意味で面白い部分もあるし、プレッシャーかかってるのもある。外からいきます。はい、うん、あやっういーよしよしよし、もう絶対ね、でも嫌だよね、返されるから。来るの分かった。外フラットから入る。はい、ナイスリー、ナイスリー。しっかり構えてんな。ごめん。さあ、おー、ナイスサーブ。Thank you。 くそ、やりよるな。いや、すげえ、やりよる。ナイスサーブ。センターフラットけど、はい、レッド、ファースト、ファースト、はいはい、もう一回。はい、ノラスト。そうだね。うまい。チャリ。オッケー、オッケー。これこれこれ。これで俺が頑張ろう。センター。はい。あ、なななな。カモン。わあ、ナイス。いいボレー打ち寄る。前のいいリターンだったのに。いやー、早いわ出てくんの。いや、でもあれ返されるの結構。いや、あれもうガッていくしかないよ。行くしかないですね。うん、すごい今ね、有本選手のいいリターンだったのに、ね、普段あんなボレー返ってこないんですよね。さらに上に行くね。こう頑張ろう。やっぱさすが高尾さん。はい、行きましょう。マッキャスタート。はい、あっ、うわっ、マジか。ナイス。必殺技仕上げてきてたか。必殺技これです。タイブレイク。昔タイブレイク5ポイント。タイブレイク。うわ、タイブレイクでいきましょう。必殺技は B ボタン。今の子たちは分かんないな。いや全然、逆にチャンス。そうだね、チャンスですよ。よしこ。はい。どこがいいですか。ボディ。行った方がいい。どっちか。オッケー。カモン。パス。しっかり振っていきましょう。はい。はい。タイブレイク。よし、はい、ナイスさ、ナイスさ。よし、マサヒロさん頑張るよ。よく頑張ろう。チェンジしてきた。なるほどね。チェンジで来るか。うん、いや、いろいろこないでる。大胆に柵来てるよ。
これはどう攻めるかな。いや、思い切っていた方が、思い切った方がいい、うん、あんまり正面行きます、ね、OK、はい、うん、あっ力んだ、いやいや、ラボ、くっそ浮いたな今。ナイスキャッチ、ナイスキャッチ。ラオ君があんな目の前にいるからめっちゃ手力んだ。ナイスナイス、覚えていきます。OK、はい、オッケー、オッケー、はい、うわあ、お、あ、よし、よし、ナイスリターン、ナイス、詰めてきたね、よし、ちょっとサーブが、失礼、はい、なんだよ今の、ちょっと後ろになったかな、ナイスマプレッシャー、よし、これですね、いいよ、じゃあマサイさん今度は、うん、センターでフェイクストレートいきます、はい、相手の動きが見えてしまった、ね、見えるだけに難しいよ ね見せられてるっていうんでね、カモン、パーフェクト、惜しい、ナイスリターン、スーパー、ここで、うわ、激山、ナイス、すごい、そい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 、いやいやいや、よし、これもう一本、よし、ここセンター、違う、ボディでフェイクお願いします、うん、カモン、よし、頑張ろう、ヘイ、ミラクル入ったな、今バッチリ入っちゃった、ここに、やばい、ねえ、おい、ごめん、これだよ、俺もっと打たないと、勝負強い、ここ、カモン、いやー、ごめん、オッケー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 、さあしゃない、しゃない、いやー、やったか、フラット、はい、あれ、持っていかないとそうだね、いやー、今のオッケーオッケー、カモカモカモ、入れに行ったな、ネットすることもちょっと、おい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 、全部逆、しゃうわチェンジコート、チェンジコート、うん、スーパー入ってるよ、まだまだ、まだまだ高尾劇場入ってるよ、ついに有本さんのサーブ捕まえました、めっちゃいいリターン、だから今日最初から今日フォアのブロックリターン良かったから、変に振ってくとやっぱここ曲がるから、もうミート率悪いし、ブロックリターンも相手のサーブ速いとあんなスピード出る、そうだからカウンターだとやっぱやりやすいですよね、でもちょっと読んでたよ、さあセンターフラット、よし、これこれこれ、よし、まだまだ分かんないですよ、まだね、まだ分かんないって言ってもマッチポイントだけどね、やばい、いや、おめでとうございました、ありがとうございました、さっきのあの道の、ありがとうございました、ありがとうございました、悪い、ただいまの結果、4対3で、小野田鈴木ペアの勝利です、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、嬉しいわ、いや、でも、本当紙一重、まあでも本当ね、自分で言うのもなんだけど、なんかこういい緊張感の、ね、本当なんか楽しかったよね、すごい楽しかった、ね、今日だって仕上がってるからサーブも早かったし、変なミスほとんどないんじゃないですか、だってあんまりね、こういうカーペットでやったことないって聞いたから、そうそうそう、いや、ね、始まる前にはだからもうちょっとこう合わないかなと思ったら全然もう、うん、まあね、でもやっぱり室内はちょっと好きなんですよね、うん、好きだったね、まあ音いいし、そう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 、俺も大好きだよね、そういうのあるんでね、結構意外と早めに、でもね、リターンここの角度もこの角度もあの先ほどリターンの YouTube も撮ってるから、うん、それのイメージがあったからちょっとプレッシャーを感じてたし、うん、自分があのタイブレイクを落とした時も、うん、松井さんの動きがめちゃくちゃ見えたの、うん、そうだね、まあ、それがやっぱプレッシャーになって、うん、こっちがやっぱりおかしくなったんですけど、基本はやっぱりサーブがお互い良かったですね、うん、今日は、そうですね、いや、 やっぱね、リターンダッシュされるのはね、嫌だ ね、あれをすごい正確に沈められてるっていうのが、すごいコンパクトな、いわゆるスピンで打とうが何しようがコンパクトな状態で来るから全員に立ってても動きたくても動けないの、うん、だからもう決め自分で小野田プロに出るって言ってなくても完全に出に行かないとクロス取れないし、そうだ、ね、まあ、コンパクトにしてるからもしかしたらロブとかストレートもあるなと思うからすごい神経使った、うん、い
いやでもね、きつかった。でもそれを上回るあのサイドのエース俺2、3本食らったからね。あのタイブレイクのリターンすごかったよ。こっちケアでしょ、ほとんどセンターケア、うん、俺あれだからもう本当悔やまれる、うん、もうあのプロのあれボディーサーブだったんですか。あれ ね、俺センターにスライスでもうあー参ったーって言う。それをやろうとしたらもう全然中入って、もう多分当たり損ないかなんか。でも最初から俺フォア結構リターン、うん、ブロックリターン3球ぐらい入ってたから、うん、なんか感触良かったですけど、うん、本当ここら辺もしくはいいっていうのを狙ってた。俺あれ的にねボディ打ったと思ったの。違う違う、あのミスショット。センターでフェイクだった。あ、フェイクだった。でストレートにもしかしたら来るかもしれないから構えておいてねみたいな感じで、その次のポイントも構えておいてだったんだよね、うん、であれやっちゃった。ちょっと曲がったように感じた。あ、ここ曲がるしね。速い方が曲がりがやっぱりちょっときつくはならないですけど、逆にすごい曲がった感覚があった、ここでやった時は。いやでも、うん、いやいや、なんとか、まあ、勝利はできましたけど、まあ、まあ、これはもうすごいいい勝利ですね。全く分からないし、そうですね、はい、ここはまたちょっと先行ってもらえたら修行するんで、そうですね、またいろんな対決シリーズだったけど、うん、もちろんその現役選手のシングルスは僕もやってたけど、今日はね、ダブルス相当しびれた、うん、本当しびれるっていうのはそのなんていうの、ちょっとのミスも許せない、いわゆる余裕がないっていうのが、うん、なんかこの4人のテンションをめちゃくちゃ良かった、ね、緊張感でした ね、うん、だから俺らもね、本当そのちっちゃなワンチャンスをものにしないと絶対無理って分かってたから、うん、もうまさにそれが出ちゃったかなみたいな、うん、ワンチャンス拾いに行こうと思ったらちょっとね、ミスっちゃったね、うん、でもプレッシャーのかけ方はやっぱさすがでしたね。いや、もうこれ、いや、あのこのショートゲームだから耐えられるけど、そう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 、これ以上やったらもうやめた、ね、出てくるならもういいという、あのだから一回崩れたらちょっと危ないから、そこのセット捨ててしまえみたいな感じになるけど、まあでも、もうこんな感じですよ、はい、うん、ね、こんな感じで一応、まあ、やらせてもらってます、はい、そうです、ぜひ今後も頑張っていただいて、はいはい、ありがとうございました。視聴者の方も応援してください、よろしくお願いします。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。チームスタテニのメンバーになりませんか。僕たちの特別レッスンを配信中です。僕らの経験と知識が詰まったワンランク上のレッスンをお届けしています。まずは無料トライアルでぜひ体験してみてください。一緒にテニスをしましょう。